東京航空交通管制部の通信等、航空交通管制部は、国土交通省の地方支分部局である。部内の管制区管制所では、航空管制官が航空路管制業務を行っている。札幌 ACC 東京 ACC 福岡 ACC、神戸 ACC 日本の航空交通管制部、アメリカの ACC の様子日本を覆う、福岡飛行場ホークには、4つの 航空交通管制部がある。それぞれの航空交通管制部は管轄空域をさらに細分化したエリアごとに業務を行っている。航空交通管制部には ICAO 空港コードが割り当てられている。札幌 ACC は RJCG、東京 ACC は r j t g 福岡 ACC は RJDG、神戸 ACC は r j b g である。 航空交通管制部では国土交通省によって任用されている航空管制官が24時間体制で航空路管制業務を行っているほか技術面のサポートにあたる航空管制技術官も勤務している管制官は航空路管制宅システムを用いてレーダー画面上の航空機と航空無線で更新する飛行場管制や ターミナルレーダー管制と管制卓を共通化する統合管制情報処理システムが2017年以降順次導入される予定となっており導入後は航空路管制処理システムに移行することになる各セクターごとに管制官がペアとなって配置され一人はパイロットと交信して指示を出すレーダー対空席一人は空港など他の機関と調整をする 調整席を担当する。集中力を維持するため、この座席はペア同士で30分ごとに交代する。また午前と午後で異なるセクターを担当することが多い。福岡航空交通管制部には航空交通管理センターが設置されている。アッテムシーは日本上空の航空交通管理を行い、航空交通の安全確保と航空交通容量の拡大を図っている。 このほか、福岡 FIR 内にある太平洋フィリピン海上空の洋上管制を担当している。2005年設立。現状では空域を4ブロックに分け、高度に関係なく当該空域を通過するすべての航空機に対して管制している。しかし、格安航空会社などの便数が増え、管制能力が限界に近づいているため、国土交通省は 完成空域を再編することを決定した。この再編により、年間180万機が、限界の現状より10%、多い200万機に対応できるとしている。この再編計画によると、札幌、東京、福岡、那覇にある、航空交通管制部は、東京、神戸の2カ所に統合され、この2カ所では、東日本、西日本の低高度の完成を担当する。 そして、高高度の管制を、福岡航空交通管制部、洋上部全体を航空交通管理センターが一括して担当する。このように再編することで、管制官にとって煩雑な指示を要する航空機、すなわち、離陸後高高度を目指す航空機や高高度から着陸体制に入る航空機に対しては、東京、神戸の管制官が集中して扱うことができる。 一方、日本上空を通過するだけの航空機は、福岡、アッテムシーが一貫して担当することになる。いずれにとっても、更新の回数が減ることになり、一人当たりの管制官が扱える、航空機数は増加すると見込まれている。また、廃止になる予定の札幌、那覇に関しては、ターミナルレーダーの拡大、再編による、広域ターミナル管制施設に転用予定であり、 旧那覇航空交通管制部は、神戸航空交通管制部那覇分室として利用されている。2018年10月に、那覇 ACC の人員が神戸 ACC に転資業務移管。2022年4月に、西日本が抵抗度、高高度に変更されることから再編が始まり、2025年に再編が完了する予定である。ありがとうございます。